はい、どうも椎田でございます。今回はですね、自分が適当に作った迷路をですね、自分で解いてみようっていう動画なんですけれども、今ここに迷路があるんですけど、僕がねこれ適当に作ったんですけれども、ここがスタートですね。この左上がスタートで、ここが下がゴールで、ここからスタートしていくんですけども、適当に作ったんでね、ちゃんとゴールまで行けるのかなっていうねことをね、ちょっとねこの赤いペンをね使ってこう書いていこうと思うんですね。でまあ行き止まりだったら戻って、また、そこから線を引いていくみたいな感じでやっていこうと思います。それではスタート。あ、いけましたね。あ、よかった。これゴールできたわ。あ、よかったよかった。いや、ちょっとね、無事ゴールできましたね。はい。無事ゴールできたんですけれどもね、ちょっとね、これ、ね、気づきました、皆さん。これね、こうするとね、見えるかな？なんかどっかで見たことあるような絵になってません？この赤い線が。色塗るとわかるかもね。